와 정신 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 아이고 무서워서 무서워서 갑자기 돌돌이비 바바살바바시잖아. 開示という賭博ギャンブル漫画があります。登場人物も数人で、背景は大体雀荘とか密室を舞台にした設定にもかかわらず、圧倒的なその心理描写と圧倒的展開で読者の度肝を抜き、架空の展開なのに手に汗滑らせ、恐ろしさで紡ぎ出すその世界観と哲学に読むと生死をかけた強い描写で、不可思議な感動を味わえる開示ファンの中でも有名な鉄骨渡りというエピソードがあります。これは開示に対し多重債務者が借金をチャラにし、なおかつ賞金を手に入れるために挑む賭博競技なのですが、上空にある一本の鉄骨を参加者が渡る、そして渡り切った者だけに賞金が手渡される。途中他のライバルを蹴落としても構わない、自分だけが生き残ろうとするその人間模様に加えて、その鉄骨当たり競技を人間競馬と称し、セレブたちがギャンブルを行っているというマスク色のない設定なんですよ。開示した下道たちが地上74メートルに設置された鉄骨、全長25メートルを渡るレースをして、パーティー参加者たちが着順にかける、橋に手をつける、橋から落ちると失格、1位2位でゴールした者は賞金を手にできる、落ちれば即死で鉄骨に電流が走っているためしがみつくこともできない。恐怖の鉄骨当たりシーンは見ているこっちが氷のように冷えた手で心臓をわしづかみされているような、もう儚い気持ちになるんよ。俺あのシーンを見ていて強烈に残った言葉がある。それはいつだって人はその心はこの橋を行く怪獣らのように孤立している心は理解されない、誰にも伝わらないというものです。私たちは気の合う人と一緒にいると、あたかも彼彼女が自分の人生を丸ごと理解してくれ、全て受け入れてくれるような感覚になります。でもその本質は違います。人は自分自身さえも理解することは非常に難しい生き物、自分の価値観、自分の性格などを四六時中付き合ってる自分自身を偽って解釈し、それが正しいと思い込んでいます。自分自身が理解できないものを他人が完全に理解するなんて不可能なんですよ。それでも他人に理解を求めてしまいます。それが人間の弱さであり、苦悩の始まりです。地球にいる70億人がみんな共通して求めることが幸せになりたいということです。これだけは間違いなく 100% 絶対にみんなが思っていると言い切ってもいい。そして他人が自分を理解してくれてるというのは、その幸せのものすごく大きな部分を占めています。カイチではその他者理解をバッサリ切り落とし、人は他人を理解できない、理解を求めてはいけないと言っています。そんな感情に陥る爆笑したい。ギャンブルで勝率を上げる方法が実はあります。競馬なら出走記録や馬体重、外観などから馬の調子を予測します。一生懸命分析し、競馬をビジネスにする人だっている。そういう人は自分の勝率を上げることができ、特攻することになります。パチンコも同様です。店の傾向を読んだり、パチンコ台を選んだりして勝率を上げようと努力できます。そういう意味では最強のギャンブルはカジノ。還元される金が大きく、勝者と敗者の仕組みには他のギャンブルと比べて大きな差があります。技術によって勝率を上げることができるからです。実力を更新した賞金対決をしたい。今回の企画、認証時間ジャングルジム生活、床に触れて落ちたら脱落、賞金300万。おい、世にも奇妙な家族来い。何が世にも奇妙な家族やで、誰が世にも。お前ら何聞いてないじゃん。え、今カモメカモメしとってんて。はい、やるよ。せーの、カモメカモメ。はよ、死んでしまえばいいのに。世の中の鳥は痛いな。認証時間ジャングルジム生活。こんなもん普通リビングに入れる。お前誰が入れたん。これ誰作ったの。これ作った5万円しました。私くつろぐ場所ないし、こたつもなくなったんや。あたしのこたつ返して。こんな形のジャングルジム初めて見てんけど。すごい、プラスチックのおもちゃじゃないぞ。鉄やぞ鉄。そうだ、鉄だわ。お前落ちたら即アウト、床に一個でも触れたらもうアウト。最後の一人、ここに生き残った人、上でずっと居続けれた人は賞金300万円を授与します。マジで。楽勝やって。こんなの。いや、私ジャングルジム得意やったから。前もだってさ、小学生の時とか12時間ぐらいジャングルジムの上おったことある。お母さん13時間おったしな。さこの張り合い。でもつまりこの24時間生活寝れないっていうことじゃない。いや、寝れるって。あのね、皆さん、この上に触れてるとか大丈夫やけど、これ床に触れた時点でアウトやからね。お前300万は安いって。これは怪獣の鉄骨あたりブレームメンロードを採用しています。あんたらなんかペアルックやセフレや。あっ、ほんとだ。なんやお前。ちょめちょめ。さあ次は500万人行くぞ。ヤマト、お前らまあ400万行ったけど、どうでもええわ。ぶっちゃけ言うわ、飽きた。なこいつ女にもすぐ飽きるからな。あ、飽きた。スタート、登ってください。さて、指定地をまず確保してください。待って、これ大丈夫。これ本当に広いですからね。もうマジでこれでっかいジャングルジムなんですよ。足痛い、これマジで。おい、グラグラしてるんですよ。大丈夫なのこれ。これちょっと素足きついねんけど。いやね、龍馬組み立てたんだから、でも危ないに決まってんじゃん。これさ、大人5人乗っても大丈夫な設計な、これ。お前は買ったんだろ。だってさ、普通の公園のジャングルジムとかでも、なんか何キロまでとか決まってない。うん、決まっとるね。これもしかしたら崩壊するかもしれん。そういう危険性も兼ねた300万円のもう本当に鉄骨あたりブレームメンロードです。女子の方がさ有利じゃね。なんでだって、俺弾あるもん。弾潰れるって男な。結構もう痛いよ。もう睾丸腐ってるだろ君のは。いや腐ってねえよ。でもな、獣の乱筋弾潰れても何もならないし。鉄変えるってまだ生産能力あるから。鉄の間にな、これパイプ入れるとめっちゃ楽。あー、荒井くん、アイコスを落としました。ヤニカスがアイコスを落としたってことは、これほんと相当ヤバいです。これは拾っても大丈夫でしょ、こういう。まあ、もし床に触れなければ拾って大丈夫ですよ。これ楽。楽け。あー、痛いと、痛い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 。でもこれほんとにさ、5人の取ったらほんと崩壊しそうやね。いやね。固まんないよ、お前ら、大体。頭痛い。
頭痛いのまだこう1週間前からずっと頭痛いって言ってるんや。前々病この人やもんね。1年いってたんけやな。前々病になってんの昔。あの親父の4月に去年不倫した相手の名前は北川舞です。あのね、もうしつこいです。もうちょっとで1年経つね。もう違う、いやもうちょっとで1年や。不倫ちょっと待て、不倫始めて1周年。ちょっとうるさい、お前一周年ですか。まあ俺にも喋らせろや。じゃあ初詣だろ、できたバタイフ。ねえ、てかさ、カメラロールであの初詣の写真見してって言ったよ。なんでインスタ投稿したやん。そう、インスタ投稿してるから。インスタ投稿見たら男と行ったの分かるよって言われて、で見てみるけどさ、何も人と写真がまずないねん。だって、うん、撮る意味ないやん。そんな一切カメラロールは見せません。え、誰で言っとった初詣。そんな同じ。初詣行った以来、ずっと時間にちゃんと正確できちんとした生活を送る。もしかしてその女の人から、私は時間にルーズな人は嫌い、ちゃんと生活ツーリズムが整ってる人が好きって言われたの。あ、それか OL だ。あ、ちゃんとした生活を送ってて、その生活に合わせてる。オフィスレディ。あ、カプセルホテルで一泊してきたみたいな。はい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 。ここ赤と青のこの柱があります。今から片方しか乗ったらダメにします。お母さんと七木は青しか乗ってはいけません。妹と俺と親父は赤しか乗ってはいけません。赤しか乗ったらダメです。え、めっちゃ乗ったよ。これいいわ。あ、すごい、いけるいける。あ、すごい、いった。この格好北川さんに習ったの。すごい。え、ねえねえ、関係ない。ねえ、荒木くんって北川さんと知り合いの。やりたいねんて。北川さんとぜひ。りょうさ、ぶら下がっても大丈夫なの。ぶら下がっても大丈夫ですよ。そんなわざとそんなひどいことせんでいいやろ。いやいや、りょう、じゃあここ一周してみてよ。こんなん24時間生活なんで無理なんだからさ、りょうが見本見せろや。床に触れなければどこに触れても大丈夫です。あ、よかった。じゃあ壁もいいの。壁もいいですよ。俺はアイコスヒーロー。よいしょ。床触れたらダメだぞ。よーし。ギリギリ触れてない。取れました。私に吸わせて。やだよ。ジャングルジムでの生活を見本見せてって。あ、そういうことですか。もうこんなのずっと乗っけてたら足痛くてしょうがないじゃん。要はこれ筋トレ代わりにもすればいいんですよ。あ、やべ、ツルツルツル。なんかさ、動物園のチンパンジーみたいな。テナガザル。テナガザル。あんた、テナガザルみたいな。あ、やばい。大丈夫。つらい。まあ、男だよ。おい、こっち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 。おい、やめろ、おい、やめろ。よう、落としてしまえ。一人でも少ない方がいいの。早く落として。やめろ、やめろ。口、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 早いって。あ、アモさん、あんた、終わり。ガチで痛い。本当やばい。やっちまったな。腰やった。バーカ。痛い痛い痛い。あんた落ちる触りがいないね。落ちるの悪いな。さて皆さん、今これめちゃくちゃ滑稽な映像になっております。ほら、上から見てください。いやー、えっげー。しとるよ。おばさんになったらこうやって下からこうやって映されるとたるみが出て、こうやってダランダランってバーカ見れ。あ、やだ。どういう体勢からかなんかいまいちわかんねえな。これ全国民に見られる。そう、全国民に見られる。あ、これがちょっと嫌やな。ガッシャ。マイクも落ちるか。落ちたくない。これマジで無理やって。これやだぞ。お前のせいやぞ。お前何もかも鈴木山と、お前ほんまに動画見たことあるよそりゃ。お前スキップスキップスキップや。あんなもう舐めすぎるじゃん。あとお前らもう勝手スキーしてくれよ。もうついてけん。大体もう無理。ついていこうとも思わんけど、有言実行って言うけど、あんなも言葉だけや。あんなもう誰でもできるわ。無限実行は素晴らしい言葉ですよ。だって言ったことできないもん。いやいや、あれも誰でも出るよ。あんたできへん言ったもん。今年になって俺は有言実行してる。何したん。実際いろいろ。あ、初詣行った。初詣行った。ちゃんときちっとした生活している。ジャングルジムこんなことして、お前新世代、お前バンバンザイとか見てみよ。お前あのネタ動画、俺今ぶっちゃけバンバンザイ推し。これほんとこれ面白い。あいつらマジで面白いぞ。ヤマトやめた。ギシ君、ギシ君、ギシ君、ギシツイッターほらありがとう。あの DM また送るからね。うん、おケツが痛いし、やだ。全然平気じゃんけど。ちゃんとうまいこと体重のかけ方間違えんときは大丈夫か。あ、一応体重は分散してんねん。体全体でジャングルジムに乗っかればそんなに痛くないんだけど、一点集中で足だけとか。あーね、ね、痛い。ところでおばはん何しようとしてんのお前。あらなぎ。あらなぎ。ババババ、お前何しようとしてんねんお前。ババあらなぎ。重たいよお前。ババ何してんのお前ら。おい、ちょっと重なんなってお前バカ。動けなくなったら。ちょっと待って、ジャングルジムでなんか催そうとしてるの。気持ち悪い。やばい、寝れそうねんけど。寝れそう。ね。俺の腕枕で濡れてる。このままって楽しくないし、ゲームしようや。まああいつは英語とかやったけど見損なったわ。ほんま、あれも100万人来てたら。なんで見損なの。マネってるわ。山と。そんな小物だと好きなの。本当は好きなのかな。いやでもやっぱ俺は今はね、バンバンザイ、あとヘイブラね。ヘイブラ、本当はヘイブラの文句言いたいんだけど、あのクソですよ。はやめ。すいません、これ違うんすよ。何言ったんだ今。ヘブランさんめっちゃ好き。じゃあその前に何言って。今カメラに残されてるよ。その前残されてるよ。めっちゃ綺麗やな。お前さっきブスって言ったよ。俺はめっちゃ可愛いと思う。どっちがデブやった。デブ。デブ違う。一人クソブス。あ、だめ。俺はヘブラ大好き。俺どっちも可愛い。どっちとも可愛いと思うけど。絶対俺
注目しろよ。なんて絶対俺10万くらいくれてもやらんもんやって。何をリホ違う違うリホやろ。あーダメ違うダメ絶対ダメやばいって延長するって、はい、今ヤシが言ってたのはリホっていうそいつやったら俺10万払ってでもやりたくないわって。あっちこっち先にねえからあんまいらんこと言うもんじゃねえな。こいつどこまで使うか分からんじゃん。高畑ヤシはカメラが回ってないと思って言いました。違う違うマジでダメなやめとけ。面白いけど。じゃあマスオさんは大丈夫な。あの人はもうファンついてないし。お前また言うた。マスオさんはこの間ね、あの新年早々さ、すっごい感動的な動画出してたよ。そうなの。ヒカキンとセイキンと一緒に母校に帰ってさ、小学校がさ、廃校になるんだって。それの記念の式典行ってたんだよ。セイキンさんとヒカキンさんの隣にチートルでつけそれも言ったらダメや。言うわもう、あのこれエンタですよ。マスオはね、あれね、うわっ、カオルくんお願いだ、止まって。ジャンボウジブ生活、YouTube が悪口大会やね。お前ら性格悪い人間やな全員。待ってはダメ。全員本当に多分この業界から消されるわ。これ全部今台本で全部みんな大好きです。やばい。俺が考えました。俺が YouTuber 文句言うって。じゃあでももっと全然違うことならいいけど本当のことばっかり言ってるし。だからお前だ。違う違う。お前何違う。だって台本じゃないよ。これだから台本じゃ嘘のことならいいけど本当のことばっかり言ってるし。あ、ちょっと一回。ジャングルジムの真ん中に紙を設置しました。何の紙？吊り下げてます。これを引いたらアイテムをもらえます。おいマジ？この中に書いてあるジャングルジム生活に必要なアイテム。そういうことです。おいさん欲しい欲しい。ちなみにこれは獲得すると絶対楽になれます。おいマジでクッション欲しいんやけど受け付いた。あ、クッションなどもあります。マジで？おー、ただしこれは全て足で取らなければいけません。え、何個取っていいのこれ？何個でも取って大丈夫ですよ。よーいスタート。おっとっと始まりましたよ。揺らすなんてお前ら。ちょっとおい親父が1個目獲得。届か。意外と取れんやろこれ。おー取れた。お前ちゃんが2個目取れました。おーっとお母さんも取れました。え、ね、誰かさんがさ、邪魔や。え、何個でも取っていいのこれ。そうだね。あ、落ちそうだった落ちそうだった。あ、揺らすなって。揺らさんだよ。ちょっと待って、股関節つったで。親指と中指の間開かない。全部取れるよ俺。いただきまーす。俺足9やもん。わー、もう親父がめっちゃ取っとる。よっしゃー。まいちゃんがあと残り1個取ろうとしている。はい、ありがとうございました。まいちゃん2つしか取れんかった。私1個だけ。おい、俺6つ。開封。何書いてあります？ローション。はい、ローションあげる。いらんねんけど。これが使えるかもしれない。これで人滑らせて落とせるかもしれんし。プロ御用達風俗ローション。え、それお母さんのやつやん。あ、お母さん。お母さん昔商売で使ってたやつ。あ、じゃあママにあげるよ、うん、タンスの中に隠してあったんでここから持ってきた。本当に使っとった。そうや、そうだな。言っとったら、あなたたちの2人の夫婦の出会いってソープランド出会いだったんですよね。そうそうそう。ほんでやめろっつってやめさせて。私見受け見受けされたわけ。見受けされたわけ。400万やったっけ、うん、なんかもっと高かったよ。本当に？だからその世界から脱出しなさいって言われてね。そう、優しかったな、あの頃はな。じゃあもう一枚いる。お前らさ、風俗出会いって面白いね。あ、でも俺じゃないよ。おるよ、絶対総部長とかデリヘル長とかで出会って結婚とかお付き合いする人絶対いる。お母さんでなんでそういう場所で働こうと思った？あ、お金困っとったんや。ほんと貧乏やったから。毎日ローションこうやって塗って。次はい、何？はい、正義。お、このジャングル生活に何関係あるんよ。でもさ、このジャングル生活めちゃくちゃ暇やからさ、この正義があれば前の人生楽しくなるわ。あ、時間つぶしね、うん、暇つぶしね。プライドを捨てろ。わかりました、大和社長。黙ってやれ。わかりました、大和社長。黙ってやれや、本当に。お前な。はい、お母さんのやつ。飲料水。母ちゃん、飲料水あげるよ。これ、代わりにこれ、私の手足に片付けといて。あ、タバコスマホ。あららいくん、タバコとスマホです。はい。よっしゃー。ライター当たらんのこれ。ライターはまた別ですよ。おい。それでは、1枚目。たるき。クッション縄。木も置いたし、縄と、はい、クッション。はい。おい、舞ちゃん何してんのお前。え、もう、正義読んでるの。その、なんて書いてあるの、そのページは。ユーマとはどうやって仲良くなったかっていう。それしてどうなるの？この二人の友情が知れてる。全然興味ない。お父さんそれで首吊って死んじゃう。ふざけんなお前。お前何でそうなの？ねえ、何やろうが。それで首吊って足さえつかなければ賞金もらえる、うん、しかも楽に。どういうこと？もう一気に楽になれる。一気に楽になって、こんな苦しいジャングルジム生活から抜け出せる。この世からいなくなる。そう、300万当たる。いらんで葬式代。いや、あのようなお金は持ってけないんだよ。だけど家族には残せるよ。ふざけんな、やだ。あ、じゃあ結果的に親父がじゃあこれ首吊って死ぬことによってもう勝者親父になってずっともうジャングルジムに続けられるから。山戸くんからのお言葉、追い風すら俺に追いつけない。あ、そう。風に勝てるわけねえやろ、それ。向かい風が俺を避けて吹いていく。よし。できたぞ、できたぞ。え、ガチでつんの？首つれ。負けるか死ぬかどっちかよ。舞ちゃん、お父さん死んだらどう思う？何も悲しくない。
まあ、じゃあ中心まで来て、これちょっと首かけてみて、どんな感じになるか見てみたい。ちょっと待って、これ進むのめっちゃ難しいよ。あ、立てばいいんだよ。立って真ん中まで全員進みましょう、これ無理やよ、これ進めにちょっとずつコロコロしてあんのバランスボールめっちゃぬめぬめする人間、ローション塗ったまま塗ってないし、え、めっちゃぬるぬる、あの大事なローションはそんなもんに使わんてめっちゃきついんやけど、だからバランスボールをこうクッション代わりにしてボヨンボヨンボヨン、どうけ、いけるいける、いけました。次は真ん中まで行って、待って、めっちゃ楽な場所見つけてんけど。お前いい場所見つけた。あ、本当床じゃないもんね、うん、ジャングルジムには常に触れとかなんダメねんよ。ダメよ、めっちゃ楽。頑張っていこうとしてじゃん。お前触ったっけ最初。触ったよ。あ、触ったもん今。真ん中まで頑張れ頑張れ親父、頑張れ頑張れ親父、頑張れ頑張れ切った側、頑張れ頑張れ。あと上手よ。あ、うまいうまいうまい。あんた、お前今いるうまいよ。何やってんのあんた。あ、このままもうさよならしようか。ふざけんなお前。おい。手離しよう。俺ダメ、コンプレはダメだろ。ということで皆さん、ご飯食べてくありませんか。お腹すいた。ご飯食べんな。今からジャングルジム一周レースをします。ご飯をかけてあるレースをします。荒井くん、説明お願いします。もう4方向に散らばったから、これで一斉にみんな時計回りに走る。前の人の体にタッチしたらその人はもうラーメンを食べれる。で、最後に残った1人だけが食べれない。ということで、よーいスタート。さあ始まりました。誰が1人食べれないのか。これ下手なきゃ落ちるぞ。じゃあ、肌にカップラーメン食べたいねんって。私話しは話しないねんけど、もうちょっと待って、何やって。これで落ちたらもう化けないよ。待って、肌一人だけ食べれませんよ。前乗せ。勝者は上に上がってくださいね。危ない、落ちそう。タッチした人は上に上がってください。待って、あ、待って、ちょっとママ早く。はい、タッチ。え、前頑張れ。頑張れ。3人だからさ、感覚広くなって捕まえにくい。え、頑張れ、あらぎ。あーじゃあ。よっしゃ。ふざけんなよ。さあ、残り親父と前しか残ってません。よし、じゃあいただけ。はい、前頑張れ、もうちょっとだ。はい。あー、もう待ってよ、ママ。痛い。これが本当の高みのポイントじゃない。なんてチャンスやな。あ、だめ。あ、あ、立ち。あ、低い。ラーメン獲得。じゃあ親父だけ食べられません。勝者ラーメンが贈呈されました。みんな、おい、ふざけんなよ、おい。え、寿司あげるか。あー、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 大丈夫、大丈夫。やらで、いただきます。美味しいかい。うまいよ。あら、言ったって。いただきます。あー、欲しいの。欲しい、欲しい。しゃーねーの。さすが。いやそんな嫌や。あー、美味しそうだね。すごいいいね。俺も食べたいな。美味しい。でもさ、実はさっきサメの撮影したからすっごい伸びてます。そうです。ぐるぐる。いや、ママさっきからなんかここに鼻くそみたいなのついとるって言ってるやん。あんた、マスオさんのことよくバカにしてるけどさ、よくバカにしてるけどさ、俺じゃないよ、社長。いや、違う、俺じゃないって。マスオさんの悪口言い出したのは前だよ。そうや、うん、え、言ってない。前マスオさんなんて頭の片隅にもなかったもん。それ一番きついんだよ。え、そうなん。じゃあ、あの人マジでいい人や言うけど、めっちゃマッサージうまいしね。マッサージうまいからいい人って言ってる。だからマッサージうまくてコミュニケーションを取りながらマッサージしてくれるやん。なんで生体師の資格取ってる。かっけやろ。めっちゃええやん。なんかエチエチじゃない。え、だって整体師しながら YouTube 撮るんでしょ。ええやん。グッドラック。もういい、今はもう他の YouTuber の話いいねんて。うちらはどうやってここのな、どうやって生活していくかちゃんと考えていかない。うちの動画ってさ、悪口かスケベなことでしか盛り上がらんか、本当に人間のクズやと思う。皆さん、背中にですね、それぞれ風船がついてると思います。はい、誰がつけたんこれ。俺がつけました、ひっそりと。いつの間に。ピヨピヨ。新井君にも風船があります。全員ありますね。その爪楊枝でお互いの風船を破り合ってください。はい。風船を最後まで守りきったやつだけがしょんべんできます。しょんべん。皆さん、確かに。でもおしっこどうすんの。確かに言われたら、もう尿意を催してきたの分かった。さっきさ、カップラーメンの汁いっぱい吸ったからさ、おしっこいっぱいしたい。みんなに背を向けたらダメっていうことな。そういうことやん。じゃあ、おい、やべえやべえ、おい。勝負、用意スタート。社長も呼ぶぜ。よし、社長、社長、社長。ダメや、こういうとこや、社長。そんなインチするのだ。アウト。え、脱落。よしよしよし。さて、誰がおしっこする権利を獲得できるのか。やだ、ちょっと待って、落ち込んでいない。はい、かわいそうや。あ、でも一緒やらないで。行け行け、お前の。行けって。私やつし狙う。あ、ダメや。この人マジやば。落ち込んでいない。なんてやつ。元夫婦対決。私に勝てると思っとる。俺に勝てると思っとる。お前が後ろ向けや。いやや。後ろ向けや。いやだね。でもヤスシはバックさせるのうまい。そうそう。でも私あんたとバックしたくないから。やったや。どけないや。解決してほら。やばい。うまかったね、今。うまかったね。うまかった。ということで、勝者ヤッシー。よっしゃ、おしっこできる。便座がり。おまるでする。おまるでする。え、ある意味罰ゲームじゃね、これ。発症します。どうぞ。おい、見せんなよ。汚い。さて、やりましょう。見た
え、ちょ、みんな見て。やだ、やだ、汚いし。こいつ先っちょにティッシュついてるけど、何？え、あ、昨日 G 行為したの。な、ティッシュついてる。ということで次の対決いきます。ビンタ対決でございます。誰が貼り付けられるか、ジャングルジム。もっとこっち側やってよ。俺これなんか恋みたいな。ジジイとババアがなんかパンに群がってる。あ、グエタンに今フレタンになんで不安だよ俺。今絶対私食べてやる。あ、汚ねお前ら、舐めんな。食えそうで食えん。お前、これ食んな、お前。お前面白いな、顔。このやつは誰が見たい。こんなん誰も見んと思うよ。多分全員スキップするわ、これ。だから。あ、来た。あ、お母さん食った。あ、しょしょしょ。かお前一個も食った。お、はい、やるべきや。さあ罰ゲームやるぞ。はい、やるよ。なんで俺な、肩が痛いんやつ。五十肩。そう、無理やって肩回らんと。なんでこんなことされんなねんと、お前ふざけんなよお前。なんでってあんたはパン食えんかってしてやるわ。あいって。ピンポン玉を顔にやってみましょう。ジーザス。いくよ。うん。おい、おい、おい、顔に当てろ。あ、いった、いって。こいつマジかよ。リスナーさん助けてよ、こんなの。誰もあんたのこと助けてくれるか。で、差し入れ持ってきました、お餅です。でもただ食うんじゃなくて、綱引きしながら食ってください。あ、食う、食う、はい、食べますよ。行こう、綱引き、綱引き。お前とお母さん野球ゲン対決しようや。野球するならこういうぐらいにしやさんぜ。アウト。
セーフ、やよいやよい、イエーイ。負けたやん、クソ。お前ら楽しそうやな、なんか。飲むよ。やよいやよい、イエーイ。どうも、何でも好きなもん脱いで。だね、体しやがって。サクさんとさ、ヤッシュ終わった後、俺と前でやればいいじゃん。やだ。やろうよ。絶対やらんし。なんで？嫁入り前の娘、そんなことさせれるか。ねえ、前さ、結婚できんならどうするん？僕も向こう入り前だよ。あんた結婚もしてるし、子供おるやん。そのことやん、マジで。ダメなの？めちゃくちゃ愛妻家です。どこがだよ。でもご飯作ってもらえんねん。早く脱いで。うわ、そんな裸体でさ、あの正月さ、初詣終わった後さ、あのお母さん以外の女とセックスしたの。やい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 やおケツの間がチンチン見えてます。うわっ、マジでなんか匂いまで漂ってきた。そろそろちょっと攻めた対決をしてもらいます。手押し相撲対決。じゃあ荒木くん VS 母親から用意スタート。そこで落ちんかな。あ、落とせんか。危ない。そうね。おお、やべ、ワンちゃんこれであのどっちか脱落するかもしれん。私女の子。僕男の子。手加減ってしろや。手加減しとる。あ、おっぷね。あ、負け、荒木。違う、まだ、まだ落ちない。はい、妹 VS 父。お前が一番お金をもらうべきではない。何言っとんねん、おやじ行くぞ。そんなに。うらやばい、痛い、痛い。うわぁ、痛い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 。ちょっと豪華にやりすぎやろ。あれや、悪い。あんだつけんと、お前ガッと振るから。まいちゃん、脱落。もうちょっと、おめえ、優しくできんがんかんねん。お前が脱落すればよかってんて。悪いな。大丈夫か。娘より賞金たまたま落ちたってだから、こんな男やから女いっぱい作ってお金貢いでんて。うるさい、もうそうなんギャンブル。いや、一生言うよ、私、はい、お父さん、そこはさ、娘に譲るべきじゃないの。さて、みんな。あ、舞ちゃんがなんか持ち始めた。あんなもん持ってるの。最近なんか反省することはないですか。それぞれ浮気とかいろいろ男遊び、女遊びしすぎじゃない。てか、もう離婚しとるから何してもいいや。まだうちらという子がありながら。何が濃いんで、もう成人しとるやろうが。ということで、私は今から復讐劇を開催したいと思います。はい、バランスボールがありますね。これはお父さんやってます。はい、じゃあ。いきまーす。何やって。ポーン。一体何するわ、あんた。あれ、いきまーす。全然落ちにいんけど。300万欲しいもん。おいや。俺も投げるわ、まいちゃん一回も取って。見て見て。こけな家族ですね。はい。マキマさん。あ、ハッピーで、うめしくて。マジ男子で。いつか見た地獄のいいところ I love you 怪我して痛いね。お前300万渡したくないしやろ。そうだよ、企画じゃなくなってるやん。いや、おじさんとおばさん3人になったよ。こうなったら私ら3人いんねん。何してても私すがりついててもここから離れんからね。24時間なんかこの3人でユニット作ったらいいと思う。バンバンザイ、ひさしです。さきです。やっしです。何しろってバンバンザイ。死ねばいいのに。とりあえずまいちゃんどこ行くの。ヘデル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 ワイス。ヘデルワイス、ヘーデルワイス。まいちゃんどこ行く。この家族本当に消えてしまえばいいのに。もうやめっか。もうまいよ、脱落したし興味ないわ。え、ちょっと待って、俺らまだ残っとる。多いよ。まあ、見届けないの。まあ誰が金もらおうと、まいどうでもいいし。え、なんか買って欲しいマルチ取ったに。買って欲しいもん。カバン欲しいし取ったよ。俺が残ったら買ってやるって。なんかさ、行きます。何しようたいよ。いや、この3人残されて誰がこの後動画見る。だ、3分の1で300万当たる。このメンバー。いやいや、もう自身2人の間で挟まれてるこの女子の気持ちわかる、うん、あったこった。何よく落とすね、物をあなたは。あー、もうめんどくせえな。めんどくせえ。これ頑張って取れよ。どうやって取ろうか、これ。どうやって取ればいい。ちょ、こっち手伸ばして。辛そうだね、荒井くん。痛いな。痛い。落ちてしまえ。あ、やった、落ちた。やった。あ、ほんと落ちた。あ、いてやった。あらら、荒井くん脱落だね。はい、ちょっと押したでしょ、今。押してないよ、押してないよ。あのさ、バカなのあんたたち、押しても大丈夫や、これルールって一応。サメー。もうくすったれんもに。お前ら絶対賞金渡すな。いや、24時間頑張るよ。いや、あとこの2人のどっちかです。あんためっちゃすんなり落ちたし、なんかダッセーな。まさか落ちると思わなかったよ。はい、ということであれから15時間以上経過しました。もう時間どれぐらい経過したかも分かりません。疲れました。ということで、私も下で寝たい。あんたたちなかなか命長いね。すっげー疲れたし、こんなの疲れて腰痛いもん。いや、300万なんかいいやん。もう300万大事やろいね。もういいって。私だって新しい家探さんねんよ。楽やぞここ。いや、でも300万あったら私新しい家探せるから、テッドとリン連れて幸せな世界に行けるねんよ。親父落ちてよ、私のために。眠って。手切れ金医者料300万払おうと思ったら安いやろいね。私に散々私迷惑かけて。これ低周波。ああ、いいね。これで電気かけたのぞあいつらに。ちょ、2人とも顔出して。
これマッサージ記念ってめちゃくちゃ気持ちよくなれるから。そうそう、これマッサージ記念。肌綺麗になる、来てよ。マッサージ開始。あ、うん、え、痛い。なんだこれ。ストップ、なんだこれ。何も気持ちよくねえよ、痛えよ。痛いだけよ、ビビビ。マッサージやって、マッサージ。低周波マッサージですよ。これ、可愛いするやつ。腰。勝敗を消したい、そろそろ。消したいじゃなくて、私24時間絶対残るよ。揺らしなさい。バシャー。やー、やめて。やらない、ちょっと、ちょっと、やめろって。そこまでして300万欲しいか。欲しいよ。じゃあ俺に取り分くれる。なんであげんの。なんであげんだから揺らしとるな。じゃあ邪魔するよ。よっしゃ、そういうせい、揺らせ。やったー。あー、で、自分で来たわ。ほら、ちょっとやめて、ほんとダメやって、やめとけ、やめとけって。取れてきとる。だいぶ取れてよ、ほら。めちゃくちゃ取れてきとる。見てやつか。ほんとや、取れとる。ゆるい。そうやって、ダメやって。来たこと一緒やもん。もういって。マジでゆる。ほんと何してくれるの、あんたら。締まり悪っ。寝かげ、もう寝ようぜ。もう疲れた、俺も。二人とも寝始めました。あっけないね。何してるんですか、あなた。寝てるからこんなトイレットペーパー巻きつけれてるんですか。起きたらびっくりでしょ。はい、ということでトイレットペーパーでこいつらを巻きつけました。大体こんなとこでよく寝れるな。なあ、よく寝れるよ。でもよっぽど疲れたんだわ。うん、多分そう。見てください、こんなにトイレットペーパーでかくりつけて、もうこれ離婚した夫婦なのにこんな状態になってます。ほんとかわいそうですね。この二人こんな状態でよく寝れるな。マジでやばいな。トイレットペーパー巻きつけられてることも気づかんげんよ、この人ら。え、今なんかへこかんだ。サキさん、誰。何、ちょっと待って、何やこれ。なんでこんなもん巻いてある。これ何。トイレットペーパー。なんでこんなもん巻きつけられとるんやって。おい、離婚し同体や。離婚した記念人をどうぞと思って。優しいのせいでこんなもん巻かれてるの。どけるのお前。なんだよ。落ちた。私勝利した。あら、ちょっと待って、りょう、あと何時間。もう20時間ぐらい経っとるからいい。マジ。もうめんどくさい。やった、私300万もらえるや。やったやったやった。はい、賞金300万円。これで新しい家に住める。本当の現ナマ本物ですからね。300万円ちょ、マジ嬉しいねんけど。え、俺手伝ったから100万円ちょうだい。あげんわ。なんでだよ。なんであげんねんって。悔しいわよ、ここまで来て。お前何時間ここに打ったと思うとれんで。あ、私この300万あったら。サキさん、匂いだけ嗅がして。ああ、これはいい香りだね。中古住宅だったら買えるかもしれんね。あーな、これもう落ちた。お前鈴木ヤマト、今寝とった夢に出てきたやん。お前のせいやぞ、お前ヤマト。もうどうしてくれるん。300万逃したやん。昔取ったお金300万返したと思ったらいいやろいね。すぐに出てくる。うん、ほうな。この300万使ってな。いや、俺もね、この企画に参加してから俺玉痛いんよ、玉。だからその慰謝料として100万円くれって。なんであげんの。頼むよ、お金玉デカオドッキリになって。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光満ち溢れてるはず。ハクション。